はい、神社の脇に流れる川ですね。昔はここで要は天水社って今ありますけど、じゃなくて川で手を洗ったり体を清めてから神社に入ったんです。だから伊勢神宮にもこういう五十鈴川のこのほとりのところにあるんですけど、なんかもう本当に透明度が高くて、今日は手を洗っても大丈夫そうですけど、川に入らないでくださいって書いてあるんで、泳ぐ人がいるんですかね。まあ、それはダメですか。こんな綺麗な流れのところでやれば、なんかこう やましいことも全部流れていきそうですね。なんかそういうなんか欲的なものを持ち込むと、やっぱ神様なかなか聞いてくれないんで、なんかいろんなこう欲望を捨ててですね、純粋にお願いしたいこととか感謝の気持ちとか、そういうことをまあ言ったらいいんじゃないかなと思いますね。こんなに清い川が日本にもまだまだあるっていうのはいいことですね。